皆さんこんにちは、おチャンネルです。よろしくお願いします。今日は飯テロ動画です。ただ食べるだけの動画なんですけどもね、お付き合いいただければと思います。さて、皆さんカップ麺好きでしょうかね。まあいろんなね、カップラーメンとかね、カップ焼きそばとか、今カップのスパゲティとかね、本当に様々な種類のカップ麺、インスタント麺ありますけども、今回はですね、麺ではなくてご飯、カップ飯をご紹介したいと思います。まあね、お湯を入れるだけでご飯ができるっていうね、インスタントご飯とも言うんでしょうか。本当にあの今いろんな種類のものがありますからね、簡単にできる美味しいものたくさん手に入ると思いますけども、今回は私が特に大好きなカップ飯をね、2つご紹介したいと思います。まず1つ目がですね、じゃーん、こちらです。はい、これ日清のカップ飯のカレー飯というねシリーズになります。これはカレー飯、ここにビーフと書いてありますけども、このシリーズ結構ねいろんな味があるんですよね。まあいろんな味がある中で、私はこのカレー飯はこのビーフの味が大好きです。お湯を入れて5分でね完成するんですよね。で最初ね、お湯を入れて少し待つと、蓋を開けた時にご飯の白い色しか見えないんですけどもね、よくかき混ぜていくとカレーの色になっていくと。で最初はねちょっと緩いというか、なんかシャバシャバしたような感じなんですけども、これもね食べていくうちに、混ぜていくうちに、普通のねカレーと同じようなの、なんか、ね、いい意味でのドロッとしたような感じがねするっていうね、本当によくできてるなと思います。これが一つで、もう一つがですね、こちらじゃーん、同じく日清ですね、こちら、カップヌードルのご飯バージョン、ぶっこみ飯ですね。これもね美味しいんですよね。まあもともとこのカップヌードル私大好きですけども、カップヌードルよくさ、こういう麺って、カップラーメンとか食べ終わった後に残ったおつゆ、つゆの中にねちょっと残ったようなご飯とか入れてね、おじやみたいな感じで食べるんです。それも美味しいんですよね。まあそれの完全にご飯バージョンということですけども、カップヌードルってね結構いろんな味があるじゃないですか。私は特にこの通常のカップヌードルと、あとは味噌のカップヌードルは好きなんですけどもね、それのご飯、これぐらいご飯バージョン、ぶっこみ飯、私はこの、カップ飯シリーズの中で特にこの2つが大好きです。というわけで、せっかくなので今日はねどっちか食べようと思います。どっちにしようかな。じゃあね、こっち、カレー飯の方ね今日は食べたいと思います。ではね、ただただ食べるだけの動画です。どうぞ。